おはようございます。今日は、ダールの役場、永久巨人アンド、金田です。巨人、オリックス、横浜の3球団に在籍した、東野修さんのすさがます。ストレートとドップカープが武器でございますが、カットボール、チェンジアップ、フォーク、スライダー、シュート、7色の変化球を持つ史上最強のピッチャーと言っていいですね。1年目はあまり一軍機会の主張はなし、ルーキー役からね、その後は一試合主張したそうでございます。 徐々に投格はし、2008年、2009年と出て、まあ、2010年には初めて2桁勝利を達成しましたね。いやー、驚きました。2011年は2桁敗戦逆にやられまして、2011年は怪我とかの影響を一機会なかったそうです。一試合だけですね、はい。いやー、変化球も、空振り取りスタイルでいいですね。リックスは数試合しか出えずね、はい。その後横浜でも出えず引退になったそうです。いやー、このピッチャーほんまにすごかったけどもね。 がっかりやな。まさに、もったいない。はい。以上でございます。バイバイ。